どうも皆さんこんにちは、着伐です。今私はですね、東京永田町の清井町にいます。で、本日はですね、ザ・プリンスギャラリー清井町ラグジュアリーコレクションホテルっていうね、マリオット系とプリンスホテルの、共同のですね、ホテルにですね、本日一泊ね、お世話になろうと思っております。今ね、午後の3時ぐらいということで、もうね、チェックインできると思いますので、早速ね、チェックインしていきたいというふうに思います。ちょっとね、ホテルの外観っていうのがこんな感じなんですけども、受付自体がですね、36階にありますんで、ちょっとね、外観からだとね、どんなホテルっていうのはね、ちょっと見づらい部分ではあるんですけども、オブジェのね、左奥にね、入り口がありまして、36階までね、行っていただくっていった感じになります。このホテルはですね、マリオットボンボイのプラチナステータスを持っていてもラウンジアクセスがね、できないということですので、今回はですね、優勝でラウンジアクセスね、付けさせていただいて利用させていただこうかなというふうに思っております。いろんなね、ネットの情報を見たんですけど、ラウンジアクセスのみね、使うっていうのが実際ね、いくらぐらいかかるかっていうのがですね、結構錯綜してるんですよね。で、今回私がホテルの方からですね、提示されたのは1万8000円ということだったんですけども、ちょっとこれもですね、本日ですね、9月のね、4連休というふうになっておりますんで、もしかしたらですね、値段の方も時期によってね、変わるかなっていうふうに思います。まあ、この点もですね、確認ね、していきたいというふうに思います。それではですね、チェックインしていきたいと思います。ただいまチェックインを待っております。今回クラブルームを予約させていただいたので、直接ね、ラウンジの方に来てくださいっていう話だったんですけども、ちょっとね、入り口の方で聞いたところ、フロントのところで待ってるんですけども、ちょっと待っててくださいっていうことですんで、ちょっとね、こちらで待機してからね、チェックインしていきたいというふうに思います。それではですね、無事チェックインすることができました。ちょっとね、こう暗いかもしれないんですけども、今回ですね、
3433ですね。それでは行ってみたいと思います。ちょっとね、荷物を運んでいただかないので、ちょっとねこれ破れてますけど、本来これはですね閉じられてるっていう感じですね。それではですね、中に入ってきました。このカードキーをですね、こちらに挿していただくと、そうするとねこんな感じで電気がねつく感じになってます。どうでしょうか、どうでしょうか。今回ですね、クラブデラックスキングという部屋ですね。どうでしょうか。いやー広いですね。それではですね、手前から見ていきたいというふうに思うんですけども、こちらでですね温度とかですね変えられますね。でこれは何でしょうかね。あ、こちらはデスクランプですね。で下に BOSE のスピーカーが置いてありますね。でこれは何ですかね。これはテレビのリモコンですね。かなりおしゃれな感じになってますけども、こんな感じになってます。で後ろに見えてるこの反射してるのはですねテレビになってるんですね。すごいですねこのテレビすごいですね、テレビに見えないですね。っていう感じで、こっち行っていただくと、水をミネラルウォーター2つと折り鶴と、あとこちらはチョコレートですかね。うん、チョコレートっぽいですね。でこちらはウェルカムチョコですかね。うん、ザ・プリンス、ちゃんと名前がですねこんな感じで入ってるんですね。こちらいただきました。でザ・プリンスギャラリー清井町はっていうね、フォーブストラベルガイド2021年ホテル部門で最高ランクを獲得しましたっていう感じでね書いてありますね。でこちら見ていきたいというふうに思うんですけども、これ映ってますかね。こちら窓側にですねこのソファーがねつながってるって言えばいいんですかね。こういう感じで、もうちょっと下がった方がいいかな。こういう感じですごいですねこれね。で目の前にですね、あれは東京スカイツリーですかね。ちょっと映ってますかね。あ、映ってますね。映ってるかな。ちょっと反射しちゃってるかな。映ってますね。ちょっとここら辺ですね、ここら辺、これこれ東京スカイツリーも見えたりとか、してますね。いやこれすごい景色ですね。これこれすごいですね。こんな景色がですね大きい窓から見れちゃうわけなんですね。しかもそれがこのソファーに座ってね楽しめるっていうのはかなりいいのではないのかなというふうに思います。じゃあベッド行ってみましょうかね。こんな感じです。よいしょ、こんな感じになってまして、電話とメモ帳とボールペン、あと時計ですね。 iPad がついてますね。あ、これはもしかしてあれですかね、いろいろタブレットでルームコントロールできるんですね。ちょっとこれもね後でやってみたいと思います。まあこういうのね、名前までちゃんと出てるってすごいですね。おー、すごいはい、それでは次行ってみたいと思います。でベッド周りがですねこんな感じになってます。反対側にはですねこんな感じですね。よいしょ、こんな感じですね。ここに USB と AC ですね。あと全部がですねあれなんですね、タッチパネルみたいな感じでできるんですね。うん、カーテンも開けれるっぽいですね。これもちょっと後でね、あ、ブラインド、カーテン、エアコン、全部これでできるんですね。いや、これはちょっと後でやってみたいですね。よいしょ。で、引き出しには、あれですね、聖書ですかね。はい。それですね、お風呂場等々を見ていきたいと思います。という前に、あれですね、冷蔵庫とかないですね。もしかして、あ、これですね。これですね。はい、ここに隠れてるんですね。いやすごい。でネスプレッソがありますね。あとケトルが置いてあります。で反対側にあれですかね、冷蔵庫とかですね。 ありましたね。いやすごいおしゃれでこちらは有料です。でこちらにですねお茶セットですね。でこちらがミニバーですね。うん、スナック等とお酒ですね入ってます。このコーヒーセットはね無料だと思うんですけど、こちらは有料になってます。で下もあるんですかね、
下を、あ、下もあるんですね。下にはグラス、コップ等々が入ってます。で、そのままこっち行っちゃいましょうか。で、クローゼットです。大きいクローゼットが、はい、ありますね。で、バスローブがですね、入ってますね。で、金庫はここにはないんですね。で、下の方に行くと、スリッパがね、プリンスホテルのスリッパがあります。で、もう一つのクローゼットですね。あ、こっちに金庫があるんですね。ここは明かりはつかないのかな？つかないっぽいですね。で、上からランドリーバッグですかね。こちらはシューシャインですね。これはあれですね。靴を頼むとあれですよね。綺麗にしてくれるやつですね、革靴を。あと金庫と、で、こちらはランドリーバッグですね。あとこっちはカラー。で、こっちに浴衣ですかね。ありますね。あ、パジャマもあるんですね。すごい。で、シューシャインボックスがここにありますね。おそらくこれに入れてお渡しして、これに入れて帰ってくるみたいな感じなんですかね。ちょっとこれ後で有料なのかどうかちょっとね、聞いときますね。まあ、スーツとかでね、普段ね、革靴履かれてる方だったらいいですよね。で、こっちにアイロンとアイロン台があるっていった感じになります。それではお風呂場見ていきたいと思います。で、反対側ですね。こっちに大きい姿鏡がありますね。で、それではね、洗面台です。映るかな？こんな感じになって結構大きいですね。で、こっち側にはボディタオルとスポンジ。すごいですね。多分体洗うやつですかね。すごい大きいのがありますね。で、こちらに、石鹸ですね。で、反対側にグラスと、あとこちらですね。こちらがアメニティになってます。ちょっとね、ブランドわからないですけども、このブランドというふうになってます。あとマウスウォッシュが一緒に入れてありますね。で、あとこちらに拡大鏡があって、で、下にタオル類が入ってますね。ドライヤーとかはここですかね。あ、こっちにアメニティが入ってますね。びっしり入ってますね。さすがプリンスホテルっていう感じですが、ありますね。歯ブラシ等々ありますね。あとバスソルトとかもね、入ってますね。これはせっかく来たんだったらですね、ぜひ使ってみたいところですね。あと反対側にはドライヤーですね、入ってます。こちらがお手洗いです。まあ、お手洗いはね、お手洗いですね。自動でね、電気がついて、ちょっと今ね、取れなかったんですけど、自動でね、蓋が開く感じになってますね。で、お風呂場です。よいしょ。ああ、すごいですね。全身ガラス張りになってますね。ちょっと一周しちゃいましょうか。こんな感じになってます。まあ、部屋の隅々まで見渡せるっていう感じですね。ちょっとね、声響いちゃってると思うんですけども、これもですね、おそらくどっかで切り替えられると思いますんで、それもね、後で紹介したいと思います。で、ここにアメニティがまたあって、シャワーですね。で、天井ですね。よいしょ。天井の方にはですね、こんな感じで、上にもシャワーがあるっていった感じになります。で、バスタブです。バスタブはこんな感じになってまして、これ枕ですね、多分ね、ついてます。大きいですね。かなり大きいバスタブがついております。はい、それではね、出たいと思います。よいしょ。で、バスルームのね、外にはまたガウンが1個ね、置いてあります。クローゼットにもね、1個入ってるんですけども、こんな感じというふうになってます。それではですね、こちらに1泊ね、お世話になろうと思っております。今回ですね、こちらのホテルにはですね、マリオットモメホテル8万5000ポイントでですね、宿泊させていただいて、ラウンジアクセスをですね、付けさせていただいているわけなんですけども、ラウンジアクセス自体は1万8000円っていう感じでね、
本来かかるっていうふうになるんですけども、こちらね料金についてですね確認したところによると、予約の段階でランジアクセスね確約だと、まあ、事前確約みたいな感じですね、そうすると1万8000円っていうふうになるわけなんですけども、チェックインの際に利用する旨をですね伝えていただくと、空いてれば利用できるっていった感じになっておりまして、その場合ですね1万5000円で利用することができます。まあ1万5000円でねラウンジアクセスっていうふうになっておりまして、まあこれについてはですね、まあ高いか安いかっていうのはですね人によってまあ変わってくるかと思うんですけども、まあ、今回私はですねラウンジ自体もですね紹介したいなというふうに思ってラウンジアクセス付けさせていただきました。なんですけども今回ですねチェックイン、3時にですね私こちら着いたわけなんですけども、チェックインにねかなり時間ね待ったんですよね。多分30分以上ねおそらく待ったと思うんですけども、フロントの方でちょっとね時間ね待った感じになりまして、その後ですねクラブラウンジの方にですねチェックインで行ったわけなんですけども、まあ、ウェルカムドリンクが出てですね、飲んでたわけなんですけども、そこからですねどうやら店員さんにちょっとね私忘れられてたみたいですねまあこれはですね、まあ、私は普通におとなしくまだかなと思いながら、あのマンゴーソーダをですねずっと飲んでたわけなんですけども、途中でね店員さんが気づいたみたいで、案内されてませんかって言われてですね、いやされてないですねみたいな感じで話したら、かなり待たしてしまったということで、すごいね謝罪されてしまいまして、あの待たされたことについてはですね私何とも思ってないんですけども、あいいですよいいですよみたいな感じでね、あのチェックインお願いしますみたいな感じでねやり取りしてたわけなんですけども、そしたらですねラウンジアクセスを有料でね、今回つけてるわけなんですけども、で電話でねもう確約しておりますので1万8000円だったわけなんですけども、なんとですねそちら無料にしていただいちゃったわけなんですよね。まあいいのかなと思いながら受けさせていただいたわけなんですけども、まあ、ちょっとですね30分以上待たしてしまったっていうのですね、あのお詫びを込めてみたいな感じで今回ね無料で利用させていただくことができました。ちょっとね驚きだったんですけども、こんなこともねあるんですね。私もちょっとねびっくりだったんですけども、こんな感じでね、まあ、無料でねラウンジアクセスね利用させていただくっていった感じになりました。こちらのホテルはですね東急メトロの永田町駅からと赤坂見附からね来ることができるんですけども、私はですね今回永田町の駅からですね半蔵門線で来たわけなんですけども、こちらから来るとですね雨にね濡れずに地下通路をですねずっと歩いてね来ることができますんで、かなりねおすすめっていう風になっております。その際なんですけども南北線のホームからね出なきゃいけないっていった感じになっておりまして、ちょっとね画像を出しておきますけども、もしね天気が悪くてですね外歩きたくないなと思った方はですねぜひねこのルートでね来ると、あの雨当たらずにですねホテル到着することができますんで、おすすめっていう風になっております。でこのホテルはですねもともと赤坂プリンスホテルのねあったところにこのホテルね立ってるっていった感じになっておりまして、結構ねあの惜しまれてね閉館した赤坂プリンスホテルなわけなんですけども、今ですねこちらのホテルがですね立って運営されているっていった感じになっております。で今回ですねマリオットボンベホテルのプラチナステータス特典についてなんですけども、ウェルカムポイント1000ポイントか朝食もしくはお箸ということで、この3つからね選ぶっていった感じになっております。まあ、私はですねあのラウンジアクセスね今回付けさせていただいておりますんで、お箸をねいただこうかなというふうに思ってるんですけども、ちょっとねそれもですね紹介できたら後でね紹介したいなというふうに思っております。どうやらね種類がかなりあるみたいで、選ぶのにですね時間がかかる方もいらっしゃるみたいなので、フロントでですねぜひね見てくださいみたいなことをですね、あの先ほど案内ありましたんで、その点はね覚えておくようにしてください。それではですねチェックインすると、3枚ね紙がいただけるということで、まずですねこちらはフィットネスの案内ですね、ジム内は必ずマスクを着用してくださいとかですね、あの熱があったりですね症状ある方は利用できませんってみたいなね、そういうのが書いております。でもう一つですねこちらはクラブラウンジの、案内ですね、ティータイムとかイブニングカクテルとかですね、こういうのが全部ね案内されているわけなんですけども、今はですね料理自体はねプレートということでサービスされるっていった感じになっております。ラウンジ自体はですねそこまで大きくないので、まあ、かなりね混み合うっていった話をですねいただいておりますんで、スムーズにね利用されたいっていう方はですね、あの2番にですね電話してから利用した方が楽かもしれませんみたいなね話をいただいております。このクラブラウンジはですね
12歳以下のお客様はティータイムまでしか利用できないということですので、このイブニングカクテルですね、5時以降からですね利用できなくなりますので、12歳未満の方をね、同伴で来る方はですね、こちらね覚えておくようにしてください。それではですね、あともう一枚ね、紙が、来ておりまして、こちらですね営業時間内の変更ということで、本来ですねクラブラウンジで朝食ねいただけるっていう話なんですけども、今はですね、朝食ラウンジの方でねサービスされてないということで、オアシスガーデンですかね、36階オアシスガーデンですね、こちらではアメリカンブレックファーストをですね提供しているっていうのと、こちらですね35階の蒼天でいいんですかね、こちらでサービスされているっていう話になっております。またですね、ターンダウンサービスってありますよね。アメニティとかをですね、新しくしてくれるサービスなんですけども、こちらですね、今ね、休止させていただいているっていうことで、もしね、希望のものがあったらですね、電話したらですね、いただけるっていった感じになっておりますんで、この点もですね、覚えておくようにしてください。でですね、今回ね、ラウンジアクセスつけさせていただいておりますので、5時からですね、カクテルタイムだったかな、始まるっていう風になりますんで、また5時になったらですねラウンジの方ねちょっとね、お邪魔していきたいなという風に思っております。ちょっとね前回からの動画で、言ってるんですけども、新型コロナウイルスの、ね、影響等々がありますんで、ちょっとねラウンジ等々ないはですね、いつも喋りながらねこの動画撮っているわけなんですけども、喋らないでね撮る感じになりますんで、ちょっとねつまんない動画になるかもしれないんですけども、そちらねご了承いただければなというふうに思います。それでですね5時になったらですねラウンジね行きたいというふうに思います。それではですね夕方の5時になりましたので、クラブラウンジね行ってみたいというふうに思います。イブニングカクテルタイムですかね、5時から始まるということで、本来はですねブッフェ形式という話だったんですけども、今はですね新型コロナウイルスの影響ですねプレートでのサービスというふうに聞いております。またですねおかわりはできるっていう風になっておりますんで、ある程度ね食事されようっていう方もですね十分に利用できるのではないのかなという風に思います。それではね行ってみたいと思います。それではね、
ラウンジの方から帰ってきました。感想としましてはですね、食事はとても美味しかったです。またね、アルコール類もねあるっていう感じになっておりまして、シャンパンもですね結構有名なねメーカーの方が置いてあるということで、ちょっとね私そこまでねお酒詳しくないんでわからないんですけども、好きな方はですねかなり楽しめるのではないのかなというふうに思います。でアルコールに関してはですね、基本的にいつでもね利用することができますので、昼間の時間帯でも、夜の時間帯でもアルコール自体はですね利用することができるっていった感じになっております。混雑的にはですね、チェックインの際はですねすごい混雑してたんですけども、5時ぐらいにですねラウンジ行って利用させていただいたんですけども、そこまでね混雑してなかったですね。空席もちょこちょこあるぐらいの感じで、まあこれからの時間帯ね混み合うかもしれないんですけども、まあ、時間帯ね早めに行かれるようであればある程度ですねゆっくり食事できるのではないのかなっていうふうに思います。それではですねちょっとシャンパンを飲んでですね、今酔っ払っておりますので少しね休んでから、温泉ではないんですけども大浴場みたいなのがですねあるみたいなので、そちらね利用してみていきたいなっていうふうに思います。それではですねカーテンが自動でね、開けられる閉められる、まあブラインドもですねできるということですので、ちょっとね実際にやってみていきたいというふうに思います。ではですねこちらのですねタッチパネルになっておりまして、見えるかな、こんな感じでブラインドカーテンですね、開ける閉めるみたいな感じでありますんで押していきたいと思います。じゃあまずですねカーテンを閉めていきましょうかね。おお、できましたね。じゃあ次ね、ブラインドも閉めていきたいと思います。いや面白いですね。ではですね開けていきたいと思います。ブラインドオープンでカーテンも開けちゃいましょう。こんな感じですね、タッチパネルを押すだけですねカーテンね閉められたりできますんで、いや非常に面白いですね。なんかこんな感じでねできるっていうのはですねちょっとすごいですね、近代的な感じでねとても面白いですよね。ぜひねこちら宿泊された際にはですね活用してみていただけたらなっていうふうに思います。それでですね今私はバスルームにいるわけなんですけども、今ねこちらそのままね向こう側までね全部見えてる感じになってると思うんですけども、こちらね中にはね嫌がる方ねいらっしゃると思うんですけども、こちらもですねボタン1個で切り替えるっていうことがねできます。で切り替えのスイッチに関してはですねこちらの、洗面台ですね、洗面台の横のねこのバススクリーンっていうのを押すと森ガラスに、ね、なるようになっております。ちょっとね押してみたいなというふうに思います。押しました。そうするとですねこんな感じで一切ね見えなくなるっていった感じでね利用することができるんですよね。こちらに関してはですねチェックインの際にですね客室係の方が説明、ね、していただけると思うんですけども、まあねプライバシーっていうかね、気になる方はですねこちらねぜひ利用してみていただきたいなというふうに思います。本当にですね中に入ってみるとですね本当にこんな感じで全くね外が見えないっていった感じになります。ちなみになんですけど反対側ですねすりガラスにならないので、まあ、どっちかというとこのベッドルームの方はですね全部ねすりガラス、もう曇りガラスですかねっていう感じになって見えなくなるっていった感じになります。それではですねこの部屋にね備え付けられているこの iPad ですね、こちらで部屋のね操作ができるということですんで、ちょっとね実際にねやってみていきたいなというふうに思います。これメニューを押してですねこのルームコントロールっていうのを押すとこんな感じですね、部屋のね写真が出てくるんですよね。でこの丸がついてあるとこありますよね、これを押すとですね実際にね切り替わるっていった感じになるんですよね。これすごい面白いですよね。ぜひねこちらね来た時にはね、やってみていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、ちょっとね実際にねやってみたいと思います。それではですねちょっとカメラをですね同じような感じでねセットしてみました。ちょっとねこれだけ入ってないんでね
ご了承いただければなと思うんですけども、ちょっと押してみますね。よいしょ。あ、消えますね。あ、消えますね。あ、これは窓辺の光が消えるんですね。で、こちら足元、これで消えるっていった感じですね。これは何ですかね。ちょっと押してみましょうか。あー、すごい。これでブラインドを閉めることもできるんですね。これ実際にブラインド閉まってるわけなんですけども、この iPad 上でもですね、ブラインドが閉まってるのがちょっと面白いですね。この下のはじゃあカーテンですかね。あ、カーテンもちゃんと閉まるんですね。いや、これは非常に面白いですね。こういったのがですね、この iPad 一つでね、全部できるっていうのはね、非常に面白いですね。ぜひね、こちらも宿泊された際にですね、この iPad ね、使いこなしていただければなというふうに思います。それではね、今私は窓際のね、ソファーの前にいるわけなんですけども、ちょっとね、夜景を皆さんにですね、見ていただきたいなというふうに思いまして、こちらに座ってます。ちょっとね、電気ね、消してみたいと思います。ではですね、こちらの iPad で消したいと思います。消えました。どうでしょうかね。すごい綺麗じゃないですかね。ちょっと私が邪魔ですね。カメラ切り替えますね。いかがでしょうかね。すごい綺麗ですね。東京のね、あれは国会議事堂ですかね。ちょっと光で飛んでいるかもしれないんですけども、国会議事堂ですかね。そんな感じな気がしますけども、違いますかね。見えてますね。どうでしょうか。こんな感じで、スカイツリーもですね、奥で輝いてますね。いや、非常に綺麗ですね。いや、非常に綺麗ですね。今回の客室は34階ということで、まあ、ホテル自体がですね、36階にね、フロントがあるということもありまして、客室ね、かなり高層階なんですよね。やっぱりね、すごいね、夜景が楽しめるね、客室っていう風になってますね。うん、これは綺麗なんじゃないでしょうか。こちらがスパ&フィットネスになってます。こちらですね、ここから入っていく感じになります。それではですね、客室の方に戻ってきました。大浴場の方はですね、温泉ではないんですけども、大きいお風呂がね、あるっていった感じになっておりまして、こちらね、本当にね、ぜひね、こちらのホテルね、利用される方は行ってほしいですね。大きいね、お風呂があるわけなんですけども、リラックスルームっていうんですかね、ちょっと休める場所とかもありまして、そこにはですね、お水だったり、炭酸水だったり、紅茶とかもね、置いてあったりして、お風呂上がりにですね、ゆっくり休むこともできます。またですね、プールとかジムとかもですね、利用することができますので、ぜひね、こちら宿泊する方はですね、利用してみていただきたいなというふうに思います。それではですね、ラウンジの夜の時間帯に関しては、5時から7時までイブニングカクテルタイムね、あるわけなんですけども、それ以降っていうのはですね、特にスイーツとかそういうサービスはね、ないっていった感じになりますんで、今日のところはですね、ちょっと反射しちゃって見えないかもしれないですけども、この夜景を楽しみながらですね、ゆっくりね、休みたいというふうに思います。それではまた明日っていう感じになります。それではおやすみなさい。おはようございます。今ですね、朝の6時半ぐらいですね、今ホテルの正面玄関の方にね、出てきたわけなんですけども、人が全然いなくてですね、今さっきまでマスクしてたんですけど、ちょっとね、外して話させていただいております。で、7時からですね、朝食の方開始ということですんで、7時になりましたらですね、朝食の方にね、行きたいというふうに思います。やはりね、東京都内でですね、朝早いということで人もね、全然いないですね。で、ホテルの入り口にはね、こういったね、大きいオブジェがあったりとか、こちらの方にですね、お店まだやってないですけども、ディーン&デルーガでしたっけ、お店があったりとかしますね。こっちにもカフェですかね、お店が入っております。で、こっちがね、ザ・プリンスギャラリー教育長の入り口なんですけども、こちらはですね、左奥にですね、ホテルの入り口があって、右側にね、駅だったり、
また商業施設だったりがねあるっていった感じになります。それではですね、今7時ぐらいになりましたので、そろそろですね朝食行きたいというふうに思います。朝食に関してはですね、今現在ですね36階のオアシスガーデンっていうところですね、朝食アメリカンブレックファーストねいただけるということで、もう一つですね35階にある蒼天っていうお店でね和朝食がいただけるということでした。でこの蒼天っていうね和朝食に関しては時間がですねかなりかかるということですので、2、30分ぐらいっていうね話をいただきましたので、もしね利用されるようであればですね、こちらね注意していただきたいなというふうに思います。それではですね朝食行ってみたいと思います。今回ですねオアシスガーデンの方にね行きたいというふうに思います。どうでしょうか、綺麗に映ってますかね。今ね朝焼けがねちょうど綺麗に見えてるんですけども、かなり綺麗ですよね。ちょっとねこの水際のねソファーに座ってですね結構眺めてたんですけども、とてもね気持ちがいいですね。これねすごい綺麗ですよね。それでは朝食の方にね行きたいというふうに思います。それではですね朝食から戻ってまいりました。朝食に関してはですねかなり美味しかったですね。特にですね私が注文したのはトリュフ入りのスクランブルエッグを注文させていただいたわけなんですけども、すごい美味しかったですね。またね結構ボリュームがあるのでかなりねお腹いっぱいになりました。おそらくですけども男性の方でもですねかなりお腹いっぱいになるのではないのかなというふうに思います。またなんですけども、もしね足りないようであればおかわりもねできるということですので、そちらもですねぜひ覚えておくようにしてください。それではですね今ね朝の7時半ぐらいだったと思いますんで、クラブラウンジのティータイムがですね午後2時半からねあるということですんで、そちらねぜひね利用させていただきたいなというふうに思います。私はですねしばらく客室の方でねゆっくりさせていただいて、昨日ね大浴場の方ね利用させていただきましたので、ちょっとねお風呂もね、利用させていただきたいなというふうに思います。それではですねホテルでゆっくりさせていただいてですね、今ちょうど2時過ぎぐらいになりましたので、クラブラウンジでティータイムあるそうなので、そちらね見ていきたいというふうに思います。それでは行ってきます。それではですねティータイムから帰ってきました。2時半からですねクラブラウンジの方でティータイムね始まるわけなんですけども、私が行った2時15分ぐらいに私は行ったんですけど、その頃はですねかなりね座席空いていたんですけども、やはりですね2時半頃になるとかなりね満席っていう感じで、混雑ねしてくるっていう感じになりますので、利用される方はですね早めに
行った方がいいのかなっていうふうに思います。というのもですね、チェックインとチェックアウトもクラブフロアを予約されている方っていうのはクラブフロアでねすることができますので、これからですね宿泊される方もですね来るということでかなりね混雑しておりました。ということで、まあ、早めにね利用された方がスムーズにね利用できるかなというふうに思います。またなんですけども、昨日ですね私もチェックインさせていただいた時にですね、そのままですねティータイム利用されますかみたいな感じでチェックインしてからねそのままティータイムね利用することもできます。ですので、まあもしねチェックインの時にですねそのままティータイム利用することもできますし、翌日にでもですね利用することができますので、まあこの部分に関してはですねレイトチェックアウトねお願いしないと利用できない部分ではあるんですけども、一応ですね2回利用することもねできるっていった感じになっております。それではですね、今ちょうど3時前ぐらいになりましたので、そろそろですね準備してねチェックアウトしていきたいというふうに思います。今回ですねクラブフロアをですね宿泊させていただいておりますので、チェックアウト自体はですねフロントもしくはクラブラウンジ、あとねエクスプレスチェックアウトっていうのもですね利用することができるということですので、キーを部屋に置いてですねチェックアウトすることも可能です。で今回ねマリオットボンボイのプラチナステータス特典としてはですねウェルカムギフトとして1000ポイントもしくは朝食もしくはお箸ということで、今回ですね私はお箸をですねいただいたわけなんですよね。ちょっとそれをね紹介したいなというふうに思いまして、こんな感じでですねお箸いただきました。で中を見るとですね映るかな、こんな感じでお箸ねいただきました。まあこれね2つねいただけたらよかったなと思ってたんですけど、それは2つもらえるわけないですよね。まあ一膳っていうことになりますんで、まあこちらね覚えておいていただけたらなというふうに思います。でもねかなりねおしゃれな箸ですよね。うん、かなりいいんじゃないですか。メイドインジャパンってねここにね入ってるんですよね。マリオットボンボイねプラチナステータスとしては、それ以外にはですねレイトチェックアウト16時までね今回リクエストさせていただいて利用ねさせていただきました。まあ、私がですね今回利用させていただいたのはそのぐらいですかね。宿泊的にはですね本当にいい滞在でしたね。ぜひねこのホテルね泊まってみていただきたいなというふうに思います。サービスねとてもいいですし、私はねチェックインの際は待たされてしまいましたけども、まあすごいね謝罪されて、まあ結局ねクラブラウンジの費用もですね無料でっていう話で、いただいて、まあ今回ね無料で利用させていただいたわけなんですけども、滞在的にはね本当に良かったですね。ぜひねこのホテルね宿泊する方はですね、まあクラブラウンジのねアクセス自体はまあ有料っていう風になりますんで、ここはねまあ判断分かれるところかなっていう風に思うんですけども、個人的にはですねかなりおすすめっていった感じになります。有料でしかね利用できないということで、まあ常にねアルコールのサービスなんかもありますんで、まあある程度ですねアルコール飲まれる方であれば、まあ元は取れるのかなっていう風に思います。またなんですけども、スパですね。こちらには、まあ、温泉ではないんですけども、大浴場はね、設備がありますんで、あとね、プールとジムとかもね、利用できるということですんで、こちらに関してはね、誰でも利用できるということですんで、ぜひね、入っていただきたいですね。とてもね、リラックスね、できましたので、ぜひね、利用してみていただけたらなというふうに思います。それではですね、このまま私はですね、エクスプレスチェックアウトですね、利用させていただいて、チェックアウトね、していきたいというふうに思います。じゃあ今回の動画はですね、こんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。